はい、おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンテニュー。本日お送りしたのはこちら、戦車戦略砂漠の狐というゲームでございます。はいね、多分このゲームシミュレーションゲームなんですけど、まあどんなゲームか知らないんですよね。まあ多分どんな感じですよ紹介するだけにとどめるかな。あまりこの今日のやつは長くないものにしたいな。もしかしたらこの今日何日目、5月26日207回目の予定かなになってると思うんですけど、もしかしたら欠番になる可能性がありますね。はい、まあその時はああそっかと思ってください。はい、というわけでね、パッケージ画面を見ていきましょう。なんでそんなこと言うのっていうと、まあまあでもサムネでわかってるかね。えまあ僕もあの今回拡大しませんけどね、こんな感じのパッケージです。はい、まあていうかもう各自調べてください、どんなパッケージかっていうのは。でこのゲームを始めたら多分そのあれが出るんじゃないかな、まんま。まあでもどうかな、気にしすぎかな、実はそんなでもないのかな、よくわかんない。ここの辺のちょっとあのさじ加減がちょっとね、私も勉強不足というか認識不足のとこもあるかもしれんけど、まあでもそういうゲームが発売されてた時代だったということでですね、そういうのも垣間見るという形で、はい、見ていきましょう。はい、戦車戦略砂漠の狐ケムコ、ことぶきシステムやっていきましょう。ケムコ、まあまだね現役でというか、あのいろんな新しいゲームも出したりしている会社ですね。戦車戦略砂漠の狐、まあだから戦車が砂漠を狐するんだな。狐どう、まあわかんない、まあ砂漠を戦車がね、わわわわギャギャするんだなというゲームでしょう。プッシュスタート、スタートボタンを押せばゲームが始まるっぽいけど、このまま放置していれば、あデモ画面は始まらないですか。シミュレーションゲームね、あんまやったことがないので、その知識がないんですよね、あの経験というか基礎が。どうでしょうね、やってみましょう。じゃスタートボタン押すよ。モード選択、 VS コム、 VS プレイヤー、ああ対戦かコンピューターと戦うか、まあじゃあコムで。ロンメルの演習、勝利への道、トブルク攻防戦、激戦トリポリ、北アフリカ戦線。この辺の話ってさ、実在のものを元にしてるのかな、まあ、多少、まあ、脚色とかしてるかもしれないけど、そのミリタリー方面に強い人は、おこれはあれだな、何年何月にどこどこで行われたあれの、あれがこれでそれしたやつだなとか分かるのかな、まあ、多分一番上から難易度はこう高くなっていくんでしょう。じゃあ一応演習で、まあ、言うて演習ですからね、チュートリアルモードでしょう。スタートボタン、何が何やら。あ、戦車なんだろうね、キャタピラ式戦車と、まあ、タイヤ式戦車とトラック、貨物かな、歩兵、ヘルメットの人、これなんだろうね、シーソーかな、なんでシーソーがここにあってる、これもなんだろうな、地雷かな、これも貨物っぽいけど、これ飛行機でしょ、何が違うんでしょうね。まあこのまま行きますか、デフォルト、これがデフォルトなんでしょう多分。スタートボタン押します。そしてもうまずい、もうまずい、マークが書いてある。カーソルがこれ以上左には行かないっていうことは、敵陣は右側にあると見ていいですか。敵陣は右側にあるのかな、よくわかんない。ここは何だろうね、砦かな、ここを制圧すればなんか例えば回復ポイントにできるとか、そういうことかな。ん、まあここに敵陣っぽいのがある。で多分これを制圧すればいいっていう話かな。あ、これ以上先に、あの右にはカーソルは行きませんね。ここも行かないけどな、よくわかんない。 B ボタンを押せば、元あったところにカーソルが戻ります。
で、最短距離で行けばいいのかな。移動。どこまで行けるの。もうこれ以上動けません。あ、ちょ、戻れないの。行動済みです。あ、しまったな。いらんことした。とりあえずもう片っ端からあの最前線にぶっ飛ばせばいいんだ。ああ、ここまでか。弾6、ガソリン。あ、補給トラック。あ、上に書いてた。場所草地。あ、現在地ね。あー、なるほどな。この車、多分、砂漠を動かそうとしたせいで、あんま動けなかったみたいな話か。これ何？降車法。こういう動きでももう動けませんになるんだ。野戦法、場所陣地。はあ、じゃあこれ攻められてきた時の迎撃用として、じゃあ置いておいてもいいのかな。チェンジで何。将軍、ドイツ軍の行動終わってよろしいですか。今我々はドイツ軍なんですね。これは歩兵。あ、歩兵はどこに行くべきだろうな。この辺、うん、いいんじゃない。これは戦闘機。戦闘機はなんか あまり思ったより動けないぞ。戦闘機ね、あの軍人将棋でも飛行機はだいぶあの縦横無尽に動ける分強いけどね。だからもう早めに工兵を当てないといけない。爆撃機、赤爆撃機、青爆撃機、起爆撃機。これでいいんじゃない。じゃあよくわかんないけどこれでいい。スタートボタンを押せばマップが開くんだ。だからイギリス軍が、あ、しまったな、上から行ってしまった。中央突破されたらどうだろう。まあ相手の出方を見ようじゃないか。チェンジ。いいよ。何それ。ああ、これイギリスの国旗ね。なるほどね。まずいですね。この下から攻められますね。まあそれか、まあ上が上からルートがガラ空きになるようだったら、二部隊ぐらい上から攻めさせて、二部隊ぐらい迎撃に戻すか。あ、何？歩兵が陣地の方に戻った。補給、何してんの？何その動き。なるほど、補給は前線にやるべきではない的な。行動全て完了しましただって。へえ。一発かましに行こうぜ。あ、これまずいな。この場所まずいっぽいな。行き過ぎたっぽいな。まあいいや、なんとかなるさ。
問題はここだよね。ちょっと動けないとこに詰まらせてしまったやつ。でも戻してこっちに。あ、ここでいいや。あ、別に山道も何のソロなんだ。へえ。補給ね。一旦戻ろうか。補給完了しました。え、どういうこと？まあいいや。ちょっと爆撃の場所が気になったけどな。さあ、だいぶ散らばしたけど大丈夫かな。よし、いいんじゃない？よくわかんない。よし、なるようになるがよい。この陣地司令部、あ、これも動かせられるんだ、ね、あ、なるほどね。機動力はこのどこに強い弱いがあるのね。全軍の要である歩兵に気をつけろ。あ、司令部を攻撃せよ。あ、じゃあ歩兵は司令部をにぶちかますためのってことか。あー、なるほどね。そっか。じゃあ司令部司令部は今どっちに動いた？やつらの司令部はどっちに動いた？動いてないか。上からかまし、そうね。ただ歩兵部隊やられたら弱いんだろうな。じゃあ、あれ。地上軍の命を綱、安全に誘導せよ。うん、よくわかんねえ。地上軍を助けるんだろうな。なるほど。なんかまんま軍人将棋みたいなことっぽいな。その相性があって、まあ誰がどれはもうバレてるけど。チェンジ。よくはない、もういいよ。あ、まずいですね、これ。すげえ近いとこまで来ましたね。爆撃と。お、何？始まります。反撃。どう？残り6、残り5。お、いいぞ。負けてはいない。迎撃用に砲台を残しておいて正解だったかもしれん。あ、まず。いやー、残り3、残り9。相性が悪い。すげえ攻められ、え、補給車に。よしよし、食らってない。まあまあまあ、なるほどね、そういうことか。だから今傷ついた部隊をオアシス、何？バカンス、何今の動き？オアシス、何その、どういうこと？
なるほど、司令部を守りながら動いてるっぽいね。完了しましたか。これとまんまぶちかま、その司令部ぶちかましに行ったらダメやから。司令部を弱らせに行ったらダメやから。まあ、それか優先的に歩兵、あのこの補給部隊をやっつけたいよな。とりあえずこの戦車部隊はどこまで行けんの。砂漠を10進める、道路は16進めるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、おいけるね。行ったろうね。かい、突撃。敵と遭遇しました。攻撃しますか。もちろんです。お、いいぞ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 。めっちゃやられてんじゃん。歩兵相手にためじゃん。お、いいね。お、いいよ。よし、やっつけました。全滅。歩兵を全滅させました。これでじゃあこっちの、あ、やっつけたね。いいねいいねいいね。結構反撃やられてんな。劣勢。まあこっちの援軍が先かな。さあ空中戦だ。お、いいね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 。でこっちが、補給部隊を叩く。どう？あ、いいね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 。でこの補給トラックが、あれ、まあいいか。どっちを叩こう。まあいいや。よし、全滅。とりあえず叩けてるよ。さあ問題はこっちの全、こっちにいる軍だよな。ああ、やれんじゃん、強いじゃん、すごいじゃん。それかあのこのあのチュートリアル戦だからだいぶ手加減してたもん。あくまで演習だし。おお、敵の攻撃は全然当たらない。運がいい。今のは運がいい。だいぶ運の要素に左右されたこれ。いいね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 。全滅。めちゃめちゃ強いじゃんこっち。めちゃめちゃ優秀じゃん。で歩兵は、静かに、もう拠点を守るとか考えなくていいわ。
補給、あ、このアイコンが補給なのかな。まあでもこの舞台別に傷ついてないしね。さ、オアシスってのは何だったんだろうな。まあ、強いて言えば、野戦砲補給完了しました。うーん、ああ、うん、いいんじゃない。チェンジ、いいよ。よくわかんないけどいいよ。さあどうする、届く、届かないでしょ。こっちの固定砲台ユニットが超強いんですけど。あ、逃げた。飛行場に戻りました。飛行場に戻ることがその飛行機ユニットの補給になるのかな。あ、降車砲が逃げた。オアシス、オアシスがどこにあるの、そんなところに。あ、あれオアシスなんだ。オアシスに行ったら何かが癒されるのかな。あ、やべ、攻撃食らってる。うーん、残り2。とりあえず相手の飛行機ユニットはもう1体しかない。こっちの方の、あー、まずい。運がいいか、ダメでした。ふう、さすがに攻めすぎだか。うん、敵と触れた時点でもう動けなくなるんだ。なるほどな。しまったな。そういうことか。だからこうやってあの、その司令部に対して壁を作るような動きしてんのか。なるほどね。それは知らないと防げねえよ。まあまあいいんじゃない。ただ相手のね、この飛行場がどう関わってくるかで。まあでもこっちはもう、どうか、こっちの部隊を無視するか、戻るか。戻った方がいいな。戻って追いつくかな。この部隊だけ戻らさすか。とりあえずそこまで行けただけでよし。で、この飛行機ユニットがそこの飛行機ユニットをもう倒せれば、あわよくばその司令部、いけんじゃない。どう、当たらない。うわー、なんでそんな当たらないの。まず、司令部はそんだけ強いってことかな。軍人将棋でいうと、この大将元帥みたいなことかな。あんたが大将、おいらが元帥みたいなこと。コピーライト、ビートたけしですかね。ほら、上の斜め配置になってるやつがこっちのユニットに対して総攻撃してくるだろうな。よしよしよし、全滅したり。相手の飛行場を奪うみたいなことできるのかな。さすがに無理か。
まあ、補給はできないか。歩兵ユニットの動きが読まれてたらちょっと面倒だな。さてここは待機でいいよな、迎え撃つでいいよな。欲しいって言えば、強いて言えば外回りで来られないようにここに配置か、さっきのルールで言うと。じゃあもういいんじゃない？装甲車補給完了、よし、いいんじゃない？そっか、じゃあこの補給トラックはどれか一個、どれかとつけないといけなかったのか、どっかの部隊と。このトラックは何の働きするんだろう。いやー、能力みたいんだけど、まあいいや。私もいいよ。なんかちゃんと遊べてるの思ったより今だけだろうな。チュートリアルっていうかその練習戦だからだろうな。あ、とりあえずね、あのこの戦いに勝とうが負けようがこの演習戦で一旦今日のワンコンテには終了としたいと思います。もう30分ぐらい経つもん、経ちそうだもん。あ、どう動く？あ、攻めに来るね。あ、攻めに来るね。もう守りは大丈夫と申すか。大丈夫、危ね。残り2。あー、もう潰されるな。あ、そっち来る。あー、いや、潰された。畜生。守りで置いてたユニットが強いとあれだったのか、判断したのか。まあやれました。守りがちゃんとしてんな、なんか思ったより。オアシス、オアシスって何なの。ああ、やれた。まずいんじゃないこれ。ディフェンスに回ってるやつだから割と強いんですけど。まずいですね。こっちに攻めに来たやつは全員さばけるっぽいね。これはもう司令部自ら突撃することもありえるぞ。残り8。いいね。めちゃめちゃこの固定砲台優秀なんですけど、めっちゃピンポイントで潰すんですけど。もう相手の攻撃は当たらないね、なんでか。
で、問題はこっちに前線に送り込んだこいつらだよな。こいつ、これ何なの？輸送トラック。どういう能力なのこいつ。戦いは避けろ。歩兵を輸送することが大切。なんでつって、歩兵、そういうことか。歩兵との組み合わせで能力を発揮するゲーか。いや、これ、戦闘向かないんじゃん。やっちゃれやっちゃれ。とりあえず弱体化を。飛行場、あ、敵の飛行場を奪った扱いでいいのかな、これ。もしかしてどうなんだろうね。これ今飛行場に着地したことが補給扱いになればいいけどね。戦いを避けろとは言われているけど、ちょっとやっちまおうぜ。お、いいんじゃない、いいんじゃない。あれ全滅、あれ終わったね、終わった。あれ敵白旗、あ、別に歩兵じゃなくても祝砲、歩兵じゃなくても潰せるんじゃん。別に相性がいいっていうだけの話か。なんだかんだ初の演習、あ、そう、やめた方がいいよそれ、やめた方がいいよ。まあよろしい。しかし次はこうはいかないかもしれんぞ。次の作戦では敵は相当強くなってるからな。頑張れよ。はい、というわけで本日お送りしてきたのは、ケムコの戦車戦略砂漠の狐というゲームでした。まあチュートリアル戦はだいぶ優しかったけど、ちょっとこれが後の作戦、あと5つ、まあ5つ中1個目の作戦、イベント、まあいいや、はこのぐらいでしたけど、他のやつはもっと難しいんだろうなっていうところですね。まあかなり運が良かった感じがしますので、はい、というわけで、はい、本日お送りしたけど砂漠の狐というゲームでした。お疲れ様でした。さよなら。逃げろもし、決番にはならないと思うけど、まあもしなった時はお察しください。さよなら。